加減にしろよ。手すりがふにゃふにゃしててつかみにくいじゃん。あ、大丈夫、おじいちゃん。おじいちゃん、腰が悪いんだったら、これで直してあげる。ペンギンちょうだい、ペンギンちょうだい。トイレ、今ランちゃんトイレって言ってたよ。おランちゃん、トイレ。じゃあ押しますか、とりあえず。とりあえず押しますか。はいはーい。ナイス、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 ナイス。ありがとうございます。ランちゃんがね、お手洗い行ってるから。そうだ、そうだ。ここで待つか。ここで待つわ。私待つわ。いつまでも待つわ。欲しいの。ああ、ほれ、こっちに来なさい。ほら、こっちに来なさい。こっちだ、こっち、こっちだ。よーし、よし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 。直すぞ。直せ直せ。かけおさんやん。91。明日が直ってない、まだ。やべ、直ってねえよ。いいね。瀬戸がいる。え、あ、しまった。え？え？おお。ほいほい。おおい。おお。どういうシステムだっけのこれ？なんか連打で連打で開く。どう？あっちゃん。はい。押すよ。ごめんな。ああ、わかった。おお。え？わあ、めっちゃ死んでる。後ろ。どっちも見てないな。確定でいいです。さっきまで星野田カズさんいました。なんかオートチョイちゃんどこいたんですか。さっき管理室に入ろうとしたとこ違うな。どこだこれ。本当におじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん。ね、酸素室に行こうと思ったらね、うん、倉庫の上の方になんか走っていったんだね。おじいちゃん。誰が言ってたの？なんて言ったら、星の歌バズだっけな。おじいちゃんやな。バズじゃないよ。おじいちゃん。ライトイヤーズだよ。バズが走ってて。バズでいいけど。尺八取りに酸素室行ったらね、死んでたんだけどね。趣味尺八？尺八で竹の子を狩るのが趣味です。何してんねん。使い方間違ってる。危ない。使い方間違ってるよ、おじいちゃん。使い方全然違うよ。はい、そんな感じですね。そんな感じじゃない。1個もわからなかった。ランラン一番最初一緒でしたよ、一緒。あら、うん。どこ？あ、ランちゃん下の方、工具室か酸素室か倉庫か。ランランコンビで。まあ、リアクターなる前だよね。その後乱太郎とは割と一緒にいたから。うん、そう、はっちゃんとすれ違って、うん、植え直してね。M 室の方来てたから。そう、ランランは下の方にいた。下の上方だと思うよ、犯人は。場所は、ランラン通信室おらんかった最後らへん。え、通信室ってどうですか。ランタロウはいたけど、ランランはいないよ。上か。あ、むずい。そうか、ランラン。そっちか。ダブルランラン。ランラン。ほんまや。ランタロウとランじゃない。ごめんごめんごめん。ランとランタロウね。なんか。ズズが言ってんのはどっちなの。ランなの、ランタロウなの。うん。ランかランタロウかって言ったら、ランランをランと答えるかランタロウかって答えるからつけど、ランランをランタロウかって答えるから。ああ、もうわかんない。ランタロウは上にいたとは俺思うんだけど、ランタロウが見たのはズズってこと。あ、ズズさんなんか通信室でじりじり近寄ってきた。じりじり太陽か。怪しい。あら、怪しいね。つけられてた。夏場の太陽か、お前。じゃあズズが見たのは、じゃあ乱太郎ってことなのか。じゃあ乱太郎が言うランランがランちゃんであれば、俺が乱太郎ランランって言わないとき、ね、パターンを考えたときに。やばい、もう混乱してきた。混乱しました。もうこっちも、うん、タマがごちゃごちゃやん。
乱太郎乱太郎乱太郎が通信室にいた。じゃあまあ乱太郎は無理だよな。ランラン、うん、ランランをキルするの乱太郎。なんだこの矢印。ああ、そういうことか。はいはいはい、分かったぞ。なるほどね。ついに。よしよし。いらっしゃい。ツルハシ買ってくわい。お兄さん。ツルハシ買ってくわい。ニッパーも買ってくかい？あ、お兄さん。ニッパー買ってく？ハンマーとか。ツルハシ売ってるよ。ハンマー買ってくかい？え？はぁ！あら！こういう場合はどうなるんだ？こういう場合は死なないんだね。もう死なないんだね。うん、でも何も言わないでおこう。あ、そうかそうか。え、どういうこと？ちょっと戻ったらどうなるのかちょっと気になる。あ、これラバーズで死んだ？もしかして。いや、え、まさかの？え、違うの？なんかランタロウがラバーズって言わなかった今。いや、全然違うよ。うん、あ、違うの。まあちょっとある意味それに近い感じだったけど。まあ、それはそうではない。うん。ちょっと仲良くしてた。うん、なんか一度にダブルシーン出て、なんかキルクールも短めだからワンチャン思ったけど違うかな、さすがに。一度にダブルシーン出て、うん、二人死んでて。これ発見でしょ？発見です。どうした？ね、うん、どこだ？通信室でポンズ野郎が死んでたよ。すごいね。通信室で死んでたんですか？そう、通信室でね、仕事場から回っていったら通信室で開けたところにポンズが死んでた。大丈夫これ。そういう日もあっていいかなって。なるほど。スペランカー的なんじゃない？そうだね。あー、スペランカーあんのか、うん、あれ、マイキルもあれだよね、乱太郎さんできなかったよね、確かね。できないっす。あー、番長できないかな。オニキも無理かな。詩人さんと一緒に電気室からぐるーって半時計回りに多分行ってるんで、はい、無理じゃないかな。詩人さんあれ、僕停電で見失っちゃったんですけど、最後どこまで行きました？最後ね、ね、医務室だね。あー、まあでもどっちにしろキルは無理だと思う。朝日さんにキルした瞬間見られちゃうじゃないか。わからん。じゃあスペランカーかな。スペランカーのラバーズとかないかな。あ、一応バンダさんは星の歌カズさんのキルも否定できますね。はい。あ、スペランカーか。ドアだし。荒野の風音みたいな。ドアのところだったの。荒野に。それで。はいはい。ハジンはハジンハジンハジンはどこに最後見た？誰？おらん。残んないなぁ。じゃあもうスキップ。諦めた。雑。諦めたなぁ。いや、でも番長はどっちにも関わりだせそうだね。うん。しのぶちゃん、ちょっと次ミーティング一緒に行こうね。あ、おならば内緒の会議。ああ、密会しようとしてる。誰？わしじゃよ。ああ、あなたはもしや。死じゃよ。かけじい。おい。ああ、暗くて何も見えんわい。真っ暗やで。目が悪い。悪い。あ、何も見えんわい。ここで手で直すんだったかな、これ。ああ。赤いの明かりだけじゃ歩かれない。よいしょよいしょ。あ、これなんだっけな。どうした？あ、どうした？手すりが。あ、死ぬのか。タケジ、タケジ死ぬのか。手すりが、手すりがふにゃふにゃしてて掴みにくいじゃん。あ、大丈夫、おじいちゃん。
お兄ちゃん腰が悪いんだったらこれで直してあげる。アベレージがスラッガーで新人じいさんを殺してたんじゃ。おじいちゃんが入れ歯の取り合いで詩人さん殺してました。入れ歯の取り合い、はい、目の前でやってました。でも殺したいがあったのはなんか白の死体が女性室の左側の扉のところに2体あったんじゃ。命からがら逃げてきたら死体を発見したんじゃ。なるほど、アベレージがやったんじゃ。でもこの2キルはアベレージではないぞ。他の誰かがやったんじゃ。一応このキルには竹尾さんかかりません。ほう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 。じゃあうちらの3人の誰かってことになるってこと。うん、先そっち進めるでもいいかも。じゃあ瀬戸になっちゃうな。じゃあ僕はセキュリティールームでカメラ見てたんでついてませんでした。カメラよくない。停電開けた後セキュリティールーム行ってカメラずっと見てたんでライトついてるはずなんですけど、うん、バンダさんが最後どこにいたかは知ってますよ僕。おー、行ってみて。最後俺がどこにいたの。酸素ルームでの前です。あ、合ってる。ZU。 はい、 ZU ってこと。白でも白、管理室脇の、うん、から開けてやで。あ、ラバーズってことか。あー、そんなことある。でも同じ位置だったんだよな。うん、同じ位置に2人死んでて、まああるとしたらドア開けようとした。なんか2人一緒に集合しろって言ったからラバーズでどっちかが捨てなんか扉の前にあったんじゃ。うん、扉の前にありました。ラバーズでスペランカーなことあるか。あ、もう確率的にはないことはないのか。そう、いやでも激引くはと思うぜ。ラバーズ引くのだって、まあ、ラバーズで 10% 引いて扉で 10% 引いたんでしょ。まあそれだったら単純に番長ズズがお互い白取れるんだったら、うん、もう朝日さんがその殺した後にずっとカメラいるか、うん、だとしたら脇位置が番長と一緒なのよ。ミーティングセキュリティで、うんうん、そこで湧いてなきゃおかしいよね、うんうん、誰かが。あ、じゃあ俺セリフだから、あ、セタス切りゃいい。あー、いいんじゃない。うん、ずっとセリフなの。俺セリフ。ズさん誰からもらったんですか。村長は言うね、番長からもらった。わしじゃ。うん、わしじゃ。じゃあどうする今日は投票。いやだったらアベレージか竹尾さんどっちかつってそっち切った方がよくね。え、でも結局番長ずつですもん。村長シェリフが確定だったら、え、いや朝日さん僕は投票して詩人地の敵もらいたいけど。わしじゃ。ううん、まずい。番長、番長、まずいぞ、まずいぞ、笑うぞ。これはやばいぞ。どうした。あー、まずい。まずい。やれ、ズズ、いけ、やれ。勝て。刺し違えてもいい。犬強いっすな。うん、ナイスファイト。ナイス。オーナーの犬のつナイス。ナイス。ああ、犬盛りつけたな。犬盛りつけましたね。すがつね。うん。わチェリフからの犬だったのか。すいません。ナイス。ごめんね、番長。番長、あのあとすぐ犬になったんだ。が強かったねえ、セリフ。いいとこつけたね。どうしようもねえな、うん、あれは信じるね、誰でもね。信じるよね、あれはね。